うご信用金庫は、秋田県由利本城市に本店を置く、信用金庫である。2009年7月13日、地銀や誘貯銀行との顧客獲得競争が激しくなる中、合併によって重複するコストを削減し、経営基盤の強化を図ることを目的に秋田ふれあい、信用金庫と合併した。合併に先立ち、同年3月31日、秋田ふれあい信金は、 金融市場の混乱による有価証券の減損処理と不良債権処理を行うことによって自己資本が目減りするため新金中央金庫を引き受け先とする30億円程度の優先出資証券を発行している。当時預金量が3位であったウゴ新金と2位の秋田ふれあい新金が合併したことによっては県内に本拠を置く新金会では預金量は首位となりまた 東北6県の新近海でも中県規模の業用となった。合併後、定館に秋田県全域を営業エリアとして定めた。2014年5月19日に本店を新築移転した。本部は本店急所在地に泊まる。秋田触れ合い新近との合併時、既存店の統合は行わなかった。店舗名称については本店店舗ではなくなる。 触れ合いの本店と双方の横手支店に名称の重複が見られるため合併時に2店舗は解消した。宇後信用金庫の名称となった時点で旧矢島信用金庫と合併して発足した経緯から旧本庄市に本店がある信用金庫ではあるが本庄支店が存在する。宝くじの販売及び当選金払い戻しは以下の店舗で行う。スポーツ振興くじの払い戻しは 以下の店舗で行う。旧ふれあいの本店は、所在地の旧自治体名である、大曲り支店、横手支店は、宇後新勤が市中心部に位置し、ふれあい新勤が秋田自動車道、横手インターチェンジ近隣の商店集積地に近い位置、すなわち、市郊外の立地であるため、消滅法人側でもある、ふれあい側の支店名称が変更され、横手西支店とした。ありがとうございます。